物質みたいになってるやん。物質感がすごいな。ボスは常に正しい。その通り、私に従う。採掘部活や、本当に。仕事と同じ安全確実にやって、一日の終わりにはポケットいっぱいのクレジット。いやー、このレースは超痛いわ。なんかめっちゃゴリゴリ削れるわ。いやー、ペニングやめて。いやー、ペニング、あ、お前ちゃんと体あったんか。キャラない、キャラメイクとかないのこれ。まだキャラメイクもしてないけど、すげえな、すげえな、これ。こっからかよ。多分序盤すぎてあれなんでしょう。びっくりしたんでしょ、ゲームが。今ないけどね。まだこっからかよ。でもここの交渉だけでも私たち、また部活よ、また物質からや。もうなんだこれは。取るだけ、取ると、自分のことがわかるか。アルゴスエクストラクターズの新人だ。思い出したか、これに見覚えは。これでキャラメイクすんだな。まあ初期設定のこいつが死んでるんだと思うんだけど、思い出したか、これに見覚えは。あれ、頼む、カルバ顔見えるように倒れてくれ。カモーン。お！来い、顔来い。どうだった？なんでお前メタルマンみたいになるの、さっきから。死ぬとメタルマンみたいになるんですけど。そうなん？顔を見せてくれ。わかりやすいやつ来い。どうだろう、編集で比較するしかないと思うんですけど。なんかね、同じ人な気がするんですよね。またおめえか。まあ多分同じですね。男なんだよな。確実にこういう感じじゃな、は？これだと思うんだよね、俺。一番近いの。こ
いつなんじゃない、死んでんの。うん、こんなやつだったよね。こんな感じだと思います。一番イメージに近いと思います。30、これがね一番近い気がするんだよな。でも俺よしよしよし、オッケーオッケーすげえな、ハゲとかあるんだ。こんな感じの人だったな。スキントーンがね意外と白人っぽかったんだよな。あれはね結構白人さん寄りの顔だと思うんですよ。頭の形は別にそんなに、これでいいんじゃないかな。こんな感じだろう。笑うな、怖いから。目が違うんだよな。